皆さんどうもこんにちは、ビューティーです。今回は新桜大戦のファミ通紹介をしていきたいと思います。聖劇のトップスター再び登場します。神崎すみれ、キャラクターボイスは富澤道江さんです。帝国が歌劇団にと帝国国大帝国劇場を切り盛りするトップスターです。以前のような高飛車さはない鳴りを潜めましたが、オーラは健在です。神山を海軍から引き抜いて新生花組の立て直しを図ります。そして花組を支える裏方メンバー、神崎すみれ率いる新生帝国歌劇団はおよび大帝国 劇場をスタッフとして、天宮さくらたち花組をサポートする面々の顔ぶれも明らかになります。もちろんただの裏方ではなく、いずれもかなり優秀な能力の持ち主のようですが、飛空輸送艇将芸丸、帝国歌劇団が誇る飛空輸送艇で霊視兵装とともに隊員たちを各地に運びます。操船運用は風組が取り行っています。そして芝麗治、キャラクターボイスは杉田智和さんです。機関学校を首席で卒業した神山のライバルにして親友です。義士及び 大道具係として裏から花組を支えています。続きまして、林道薫、キャラクターボイスは石川由衣さんです。帝国歌劇団風組隊員、頭の回転が速く数字に強く、事務経理財務担当で、小町とはよく予算バトルをしています。そして大場小町、キャラクターボイスは白石涼子さんです。風組隊員で大阪出身のスーパー商人で、超明るいがうるさく勉強しますせが口癖です。商店と資材調達を担当します。帝国歌劇団風組とは、輸送空挺部隊として花組をサポートする部隊です。現隊員は小町と薫の2名で、出撃時には将芸丸の操船や情報収集などを行います。普段は大帝国劇場のスタッフとして売店や業務まで活躍します。といったところですね。まあ、完全に裏方のメンバーということになるんですかね。でもまあ実際は裏方の仕事があるからこそ表が成り立つようなものですからね。まあ、どんなに優れた表舞台の人間でも、やはり裏方の力があってこそ成り立ちますからね。本当に裏方にはもう感謝しなければならないという実感がありますね。まあ、陰で表を支えるという、まあ、重要な役割なんですよね。というわけで今回はこの辺で新桜大戦のファミ通紹介を終了していきたいと思います。見てくださった方々、ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録および SNS での拡散をよろしくお願いします。